ここまで進むことができたな。ここには相当数の軍が敷き詰められているようではあるが。しかし、私たちとしてもここで負けるわけにはいかない。何としてでも首都を落とさねば。本当に頼もしくなった。そうだな、頑張ろう。すべての平和を取り戻すために。久しいな、ロアーナの聖騎士、いや、アス・ディジェルド。うんざりしながら言うな。ちょっとばかり有名になってるからといって、いい気になっているんじゃないのか。ああ、指名手配犯並みの知名度だ。おかげで貴様はこの俺様に名前を覚えてもらえるという栄誉に預かれたのだから喜べ。何を？全滅させるだと？何をでかい口を叩いているんだ貴様は。できるものならしてみるがいい。この今まで貴様を倒すためだけに鍛えてきた俺様を倒してな。あ、では行くぞ。受けてみよう、クロード様の最終奥義を。俺様の最終奥義があんなに必死で鍛えた割にはあっさりさっぱりきっぱりやられてしまった。くそ、こうなったら新たな最終奥義を考えなければ。いいか、それまで貴様はそこで首を洗いながら待っ。では、も、問答無用で切りつけるな。そんなに戦ったのか。これもボルドとの激しき戦いの一つとして歴史に残るかもしれないな。あ、ディジェルド様。陛下、まさか一人で。いえ、侍従がおりますが、あなた方の姿をお見かけしたので、こうやって。なら良いのですが。それに、ここには特に敵の姿は見当たりませんし。ええ、表通りらしきところにはすごい数の兵士がおりましたが、ここはどうやら安全なようですね。でも
くあるでしょう。きっとあの魔族ならそうするはず。今はこんなことを考えていても仕方ありませんわね。この城下町を制圧することのみを考えましょう。ええ。では私はこれで。侍従が待っておりますので。もしかしたら私の気のせいかもしれないが、アス、この間から少し様子がおかしくないか。どうせ後になっても何も私には言ってくれないくせに。お久しぶり。元気してた？聞いているわよ、あなたの大活躍は。大した成長ぶりじゃないの。人間、死ぬ気になれば何でもできるわよ。死ぬ気になればね。決して城には行かせやしないわよ。もちろん人もあなたたちの手には渡さないわ。痛かったわ。かなり行ってしまったみたい。でもいい気にならないで。ヴィンスフェルト様は誰よりも強いのよ。あなたなんてきっと目じゃないわ。せいぜい頑張ってね。もう私は何一つ守れそうにないから。守るものがあって守る力のあるあなたが羨ましいわ。じゃあね。待て、逃げ。でも
牢城の構えか。しかし、こうやって首都が制圧された以上、いつまでもそうしてはいられないだろうがな。では、降伏すると。そうだな。何らかの手段は取ってくるだろうな。獅子王、ヴィンスフェルト。やはり、戦わなくてはならないのですね。そうですね。もともとそのつもりだったのですもの。確かに望むところであるのかもしれません。しかし、とりあえずは待ちましょう。戦闘が終わったばかりで、皆疲弊しているはずですから、休む意味でも。そうですわね。では、とりあえず解散ということで。ええ、何らかの動きを敵が見せ次第、すぐに招集をかけますので、それまでの間は。はい。では、私はこれで失礼させていただきます。ユリシア様、宿まで私がお送りいたします。おお、あなた様は。もしや、アス・リジェルド様ではありませんか？聞きましたよ。今回の城門突破、および城下町の制圧は、すべてあなたのご活躍だと。ご謙遜を。皆言っていますよ。すべてはあなたのおかげだと。はい、私はあなたの戦っている姿を少し拝見させていただいたのですが、いや、凄まじい戦いぶりでした。きっとあなたには神の守護があるに違いありません。あなたでしたら獅子王と呼ばれるあの魔族を倒すことも容易でしょう。ええ、私はそう信じております。そして神に我が軍の勝利を、そしてあなたの勝利を祈っています。おお、お引き止めしてしまって申し訳ありませんでした。では私はこれで。